留学ワールドの YouTube をご覧いただき誠にありがとうございます。私、留学カウンセラーの山本と申します。弊社は日頃から世界中の国々へ短期、長期合わせたくさんの生徒さんを送客しております。数ある弊社の留学プログラムの中から本日は留学とラグビーを掛け合わせたラグビー留学というものをご紹介させていただきます。さて本日は弊社の留学ワールドオフィシャルアンバサダー元ラグビー日本代表の山根選手に来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。簡単にはなりますけれども山田選手のですね経歴についてお話をさせていただきたいと思います。山田選手ですけれども5歳からラグビーを始められ福岡県にある小倉高校から慶応義塾大学へ進学されています。で高校1年生からレギュラーとしてプレーされておりアンダーセブンティーンの日本代表にも選出されていると。大学にも進学されてから1年生からも試合に出られていらっしゃってアンダーナインティーン日本代表にも選出されていると。2年生の時には今回のお話のトピックにもなっておりますオーストラリアの留学もされ帰ってきてこられた頃も3年生の春にはアンダー23の日本代表に選出され4年生では大学選出で準優勝を収められているということで素晴らしい成績を昔から積まれているということでありがとうございます、はい、で現在は福岡県にある九州電力の九電ポロテクスに所属されているとはいそうです。ラグビーに進もうと思ったなんかきっかけとかあったんですか。激しいスポーツをやってみるのもいいんじゃないかなということで連れてってもらいました。で近くの仲間と一緒に行ってその友達と一緒に、はい、スポーツしに行くラグビーしに行くっていうのが楽しみで毎週行きましたね。それがもうきっかけで、はい、高校入ってからもうちょっと本格的にどんどん進められていって今のそうですね実績を築き上げたと、はい、今回山田選手も、オーストラリアの方にご留学されてたということでそのあたりも含めてですね留学とラグビーの魅力についてたっぷりと語っていただきたいと思います。まずですねどこの国に留学される方が多いと教えていただけますか。ラグビーの中でまずトップ8、ティア1って言われるんですけどデベロップメント国は他留学はみんなされてると思います、はい、中で唯一アルゼンチンなんかが言語はちょっと違ったりするんですけど、あの他の本当にヨーロッパ、オセアニアなんかには結構みんな行ってるんじゃないかな、はい、私自身、まあ、先ほどもありましたようにオーストラリア行きましたけど、はい、英語とラグビーを武器に何か自分自身を成長させてくれるのはどこの国がいいのかなとか、そんな考えで皆さんもちょっと探してみるのもいいかなと思います、はい、なるほどですね、ありがとうございます。結構選択肢は、まあ、多い中、今アルゼンチンですとかオーストラリアとかイギリスとかあとニュージーランドとかもね、こうオールブラックスとか有名な気がして、まあ、いろんな国があるかなと思うんですけれども、はい、弊社で、まあ、今出た中で取り扱いがあるのがオーストラリアとニュージーランドになりますのでこの2つの特徴についてもうちょっと詳しく教えていただけたらなと思います。そうですね、まあ、ニュージーランドの方はわりかし高校生、中高生が行くのに向いてるんじゃないかなというのがあります、はい、っていうのはあのやっぱ自然も豊かですし、まあ、ラグビーにしっかり専念できる環境、はい、まあ、ニュージーランドの皆さんもすごくホームステイ先だったり優しいのでニュージーランドの特徴かなと思います、はい、まあ、とはいってもあの中高生からオーストラリアに行かれるのももちろんいいと思うんですけど、はい、まあ、私の経験からオーストラリア大学生の時に行かせてもらいましたけど、はい、まあ、やっぱあちらで会う方々の価値観とか、はい、まあ、僕シドニーに行かせてもらったんですけど、まあ、ビジネスエリアもありますし、はい、まあ、お会いしてお話する機会も結構あってですね、なんかいろいろとラグビーじゃないところでも自分の価値観を大きく広げていた、まあ、それが大学生には今後、まあ、ラグビーをやるにしても、まあ、ラグビーを通して社会に出ていくにしてもすごくいい経験になるんじゃないかなと思います。なのでまあ2つ大きく分けすると、はい、シンプルに毎年年齢が若い時はニュージーランドもいいかなとか、まあ、大学社会人の皆さんなんかはオーストラリアもいいかなと思います。ありがとうございます。基本的にじゃあ、まあ、年齢でこの国を分けて考えてもいいのかなっていう感じですかね。そうしますと、うん、そうですね、中高生の皆さんもオーストラリアにね行くことも全然そうじゃなきゃいけないっていうのもないので、はい、しっかりこう自分の生活リズムを作れて、うん、親御さんがこう心配なく送り出してくださるものなら、はい、まあ、オーストラリアも視野に一つ入れていいかと思います。わかりました、ありがとうございます。ってなるとオーストラリアでクラブチームでプレーするっていうのは18歳、うん、成人が対象になってくるってことですね。そうしますと
高校卒業して日本みたいに、まあ、私は慶応大学のラグビー部とか早稲田大学ラグビー部とか明治大学ラグビー部とかのあんまりなくてですね、はい、あのまあ、いわゆるクラブチームになるんです、その後ラグビー続けるのは、はい、なので大学で勉強されるか、まあ、ラグビー続ける方は、まあ、大学に行かない方は働きながらクラブチームでやると、うん、その中で、まあ、18歳をカテゴリーで分けて、18歳まではもちろんあの下から年齢で分けられたりするんですけど、18歳以上はオープングレードっていってプロの選手もいたりするグレードになるので、まあ、高校卒業して、はい、プレイヤーはそこで練習したり、はい、っていうのはありますね。じゃあそこでプレーしてるとプロの団体からオファーが来たりとか声かかったりとかそういうこともある？ありますね。あ、うん、そうですね。じゃあいろんなレベルの方がそこにはそのいるっていう感じですかね。そうしますと、そうです。でラグビーはもちろんね、勉強になることばっかなんですけど、はい、あのまあ、ラグビーを終わるともちろんそのソーシャルの場もありますし、うん、みんなで一緒に、街に出ることもあるんですけど、はい、まあ、そんな中でラグビーじゃない話をさせてもらえたり、はい、いろいろな話ができるのも年齢の幅、はい、職種、うん、人種、すべてこうダイバーシティに、はい、できるのは本当に特徴かなと思いますね。なるほどですね、うん、ありがとうございます。ラグビー以外でその今いろんな、ね、経験されてきたかなと思うんですけど、印象に残っていることとか、ああこれすごい覚えてるなみたいなことってあります？ね、なんかね、あのめちゃくちゃしょうもない話から言うとですね、はい、まあ、僕あの留学はめちゃあのいろんなこと気にしがちなガキだったんですよ、はい、細かなことまで気にして、はい、なんか心配性だったり、まあ、それってももちろんね、あのよく言うと、はい、ね、石橋を叩いて渡れみたいな話なんですけど、はい、なかなかそれで前に行けない、チャレンジできなかった自分もいたんじゃないかなと、はい、今思うとそう思うんですけど、はい、まあね、あの当時ね、チームメイトとマックにご飯食べに行ったんですよ、はい、18歳から19歳で、はい、まあ、でも、まあ、何十何戦ってあって、はい、あの僕細かく計算したんですよ、はい、はい、つって友達、まあ、はい、これでつって店員さんも、はい、あーみたいになってあ、なんかそういう感じでもいけんのねと思って。ザッと出したって感じで。ザッとして、まあなんか多分あるよみたいな。もうなんか、あ、そういうノリで人生いけんのかと思って。自分の小ささに気づかされた、マクドナルド事件ですね。日曜日のお昼でした。まああとはそうですね、まあ試合が終わって、はい、まあレストランとかに行くわけですけど、はい、まあ、そんな時にこう今日の試合は良かったねとか、はいはい、あっちの人に声をもらったり、あ、それはすごく良かったなと思います。見てくれてたなって嬉しかったし、もういいプレーしてそれを褒めてくれる、まあ、わりかし日本だとチーム内だけとか、はい、まあ、監督、コーチ、まあ、チームメイトだったりとか、はい、まあ、クラブチームっていうのはその町、地域で作り上げてるので、うーん、次も頑張ってるとか、うん、まあ、あのいわゆる、まあ、プロチームみたいなところですね、はい、そんなところです。一応いい経験でした。まあ、ラグビーのレベルも今、ね、非常に上がってきてますし、はい、世界中のみんな注目してるんで、まあ、チャレンジするみんなもこう、まあ、変にプレッシャーに感じるのではなくて、はい、まあ、こう自分自身のこう表現、はい、あの臆することなく自信を持って表現してもらいたいなと思います。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、まあ今は、ね、オーストラリアの話を、まあ、たくさんしていただいたと思うんですけれども、はい、ニュージーランドで例えばプレーするとこんなことがいいよとか、うん、まあ、僕自身が経験できてないので何とも言えないんですけど、はい、もちろん僕の周り当時日本代表のみんな、はい、まあ、今もそうと思うんですけどね、はい、みんなどっかの段階ではニュージーランド、はい、まあ、オーストラリアの経験されてるんですよね、はい、でみんなの話を聞いていく中で、はい、ニュージーランドの良さっていうのはやっぱり生活の一部になってる、まあ、ラグビーを中心に、はい、まあ、学校だったり勉強、友達付き合い、ホームステイ、はい、そういうのが全てラグビー中心に回っていると、うん、そういった点ではラグビー漬けの生活というのは、はい、学生には非常に価値あるものになるんじゃないかなと思います。じゃあ今の、まあ、今までのでもいいんですけれども、やっぱりその一緒にプレーされてきた日本代表の方とかニュージーランド留学とかっていう方もいらっしゃって、うん、やっぱり皆さんこう留学の経験は今のプレーに生きてると、うん、いや本当に少なからずというか、まあ、ほぼほとんどみんな経験あるんじゃないかな、うん、やっぱ、ね、まあ、短期長期含めですけど、はい、まあ、それは海外の出身の選手もね、はい、今日本代表多いので、はい、
日本人も、はい、オールブラックスに慣れたりするんですね。まあ、そんなところからやっぱりこう英語でコミュニケーションを取るっていうのは非常に大事ですし、まあ、現在は、ジェイミー・ジョセフ監督ですかね、はい、まあ、やっぱり英語の母国語の方なので、はい、そういう監督のとかスタッフの皆さんと英語でコミュニケーションを取ってのも重要かなと思います。そうですよね。もうあれですよね、日本であったとしてもチームがもうグローバルとかになっているので共通の言語っていったところになるとやっぱり日本とはいえ英語がメインになりつつあるみたいな感じですかね。と、まあ、なりつつあるけどなってますかね。もう英語じゃないかな、ほぼ。あ、そうなんですか。でも監督の指示出しとかも英語です、うん、されて、まあ、もちろん通訳の方おられますけどね、はい、うん、で、まあ、半分ぐらいはもう英語が第一言語の方が多いと思うんで、あ、そう、もちろんね、みんな日本語喋るんですけど、はい、なんか試合中のそのリアクションなんかやっぱ英語のがね、良かったりすると、そうですよね、お互いの良さを引き出し合うっていう点でいくと、まあ、コミュニケーションって非常に大事なスポーツですので、うん、学生の頃から、はい、その英語にちょっと慣れるっていうのはいいかもしれない。そうですね、うん、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、まあ、ニュージーランドはまあそういった意味で言うと口調整もしっかりと自分のレベルに合ったところでプレーができると、はい、そうですね、はい、まあ、ラグビーは激しいスポーツなので、はい、まあ、体格の差なんかもあるので自分のこうどのレベルがいいのかとか、まあ、はい、まあ、ニュージーランド特にね、全部の中高やってますから、はい、リオさんと一緒に相談しながら、はい、まあ、僕もね、もちろんいるんですけど、はい、どういうのがいいかなとか、はい、まあ、例えばフォワードだったらね、はい、こういうチームがいいんじゃないかなとか、はい、まあ、自分に合ったプレーさえ、はい、でやっぱり学生なので、はい、勉学勉強もしっかりしてほしいっていうのは個人的な思いがあります。もちろんね、各科で勉強しなくていいって話もねあって、それはそれでいいんですけど、はい、僕自身の経験から言って文武両道っていうか、はい、そういうのに魅力も感じてたので、うん、少なからずというか、はい、英語だけはやっぱり勉強しといて得しかないでしょうね。おっしゃるとおりだと思います。そこはみんなね、もちろんラグビーもされて続けていかれる中で、はい、まあ、今はずっとねこうフィールドでコミュニケーション大事で楽しみもなると思うんですけど、はい、ラグビー離れると働くフェーズにも入ってくると思うんで、はい、その時に英語がやっぱちょっと喋れると、はい、ね、仕事を任されたり海外の方と一緒にやれたりとか、プライベートも非常に充実すると思うんですよ。海外の方が今ね、だいぶ戻ってこられましたし、日本にも、ね、もちろんで、まあ、旅行に行くのももちろんですね。そうですね。なので英語がみんなの人生を豊かにしてくれるのは間違いないと思うんですね。今回もラグビーと留学がね、はい、掛け算になってますけど、はい、これじゃあどっちかだけでいいのかっていうとそうでもないんですよね、うん、何がいいかっていうと、はい、やっぱスポーツ、まあ、今回ラグビーですけど、はい、ラグビーを軸に、はい、まあ、共通のこうラグビーを愛するものが集まる中でコミュニケーションを取る、まあ、もちろん昼は語学学校で勉強したりするんですけど、はい、そんなみんなと話すのよりもより濃い過ごせると、みんながラグビーを通してコミュニケーションを取れるっていうのは本当にラグビーにかける留学のいいところかなと思います、はい、本当におすすめでございます。はい、ありがとうございます。本日はですね、山田選手にもお越しいただきまして、たっぷりとラグビーと留学のこの掛け算について語っていただきました、はい、興味のある方はぜひ弊社にお問い合わせいただいて、そうですね、はい、説明会等を行っておりますので、その時ね、山田選手も一緒に同席していただいてますので、説明会の時はもうざくばらんにラグビーについてとか、まあ、山田選手にしてもらって大丈夫ですよね。もちろん、はい、はい、ラグビーのプレーの相談もプレーの相談もしていただきたいです。本当ですか。もちろん英語のみんなに会えるのも僕も楽しみですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、本日は山田選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に弊社のサポート内容についてご案内させていただきます。現地サポートとしてオーストラリアにはシドニー、ニュージーランドにはオークランドに、弊社のオフィスがございます。その他イギリス、カナダにもオフィスがございますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。そして渡航前には英会話レッスンというのを無料で行っております。こちらも一緒にご利用いただけたらと思います。そして、毎月ですね、今回のトピックになりましたラグビー留学について説明会を行っております。オーストラリアバージョンと、ニュージーランドバージョンの2つを行っておりますので、こちらもぜひご参加いただけたらと思います。それでは本日はご視聴いただきましてありがとうございました。